猫じゃないか。あ、高い。カルビ CR？ え、見たニュース。見たよ。見た？うん、俺全然喜んでないよ。やっていきまーす。意外とうまくでしょ。どうも、皆さんこんにちは、こんばんは。昨日言った通り、TGS でございます。今日俺を撮る人は盗撮してください。ツーショット厳しいんで。はい、こちらがコナミブースですね。オトジャさんいんのかな？モンハンとかの列はめちゃめちゃ人気らしくて、朝10時ぐらいには整理券配り終わって、オープンするとその整理券を取るためにみんなダッシュするらしい。はい、こちらがプレイステーションエリアですね。ここはさすがにね、やっぱりね、世界観も統一されてね、いいんですよ。さすがのデカさを誇ってる。そしてここ、皆さんも期待のゲーム、モンスターハンターワイルズ、この整理券が2分とか3分でなくなったらしい。じゃあまずゲームどうこうよりね、俺あれなんだよ、食事が取りたいんだよ。腹減っちゃって、まず飯食いに行こう。飯ってどこでやってんだ。まずは腹ごしらえから行きましょうか。フードエリアに行き、おー閉まってねえか。ちょっと待って、片付けてね。待って、ちょっと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 待って、ふざだろ。待って、ここ以外って飯食うとこないの。もうみんな店じまいしてんだけど。全終わりこれ。これですね、456のここだけが、うん、この会場のフードコートなんで。あ、そうなんだ。ちょうど閉まったわ。くそ。9ホールの飯はまだやってるよ。9ホール、おい、2機と分かれた。9ホール、9ホールだね。違う方のホールです。あ、行こう、そっち行こう、グッズの方行こう。ここが僕が1日目にやったブースですね、アトラスさんで。キリアのブースに戻ってきました。いやで、なんとなく一周した感じ。あと、バイアル。どうもー。おいおいおい、ラムちゃん、ラムちゃん行くよ。ラムちゃん、また。またね。あ、ゼタブース来ましたね。ゼタブースの方から流れてきてんのが。ここすごくない？みんな見て。ゼタブース。でかすぎ？あ、なんかイベントやってんじゃん。もう2回優勝しなければならないが、こちらのミッションに。いますね、シャーガー。これ前失礼していいかな。ちょ、前失礼しよう。すいません。いるな。あ、歴史とかも書いてあるんだ。いや、いいですね。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。盗撮だから。目線合わせたらツーショットだろ、それ。おー、高んな。はい、今差し掛かったのがグッズコーナーですね。てか俺、東京ゲームショーでグッズの方あるって知らなかったわ。グッズ来なかったんだけど、来たみんな、たどり着いた。配信時間どんぐらい？ようやくだよ。50分配信してやっと飯にありつけたよ。来た、海鮮丼だぜ。意外とすぐ買える。何買おうかな。ユッケかな。ユッケ丼に他何あんの。いやー、俺最近ちょっと油もん食っちゃったから、天然マグロのたたきのとろもサーモン丼とユッケ丼2つにしよう。いや、最近ね、久々に俺チートデーしてね、しゃぶしゃぶ食ったの一食で。俺信じらんなかったんだけど、肉もたらふく食ったのはそうなんだけどさ、佐藤のご飯3.5 個食べたよ。だからご飯だけで 700g プラス肉。
怖くね、俺怖かった、こんないけんのかと思っちゃったもん。それました。僕の配信を見てる方がちょっと撮ってくれたみたいで助かります。ありがとうございます。あのそろそろ行こうかな。ありがとうございます。タイミングがね。VR チャットのあれで、はい、あの知りました。あ、本当ですか。ありがとうございます、嬉しいです。奥の方に VR チャットのユーザーの作ったブースがあるの。え、そうなの、ちょっと行ってみます。いいです。11のあったかな。ありがとうございます、助かりました。視線が痛いね。ありがとうございました。ではまた楽しみです。ありがとうございました。というわけで、一つ目はこれですね。それとこちら、たたきの方ですね。で、2キロが、俺が1300円なのに1600円のいくら。いや、かける2ですよ、それ。関係ねえだろ。もうなんで1600円なんだよ。いただきます。ありがとうございます。いいよ、食え、頑張れよ。いただきます。初めて行ったこういうイベントがニコニコ超会議だったの。もう行ったの8年とか7年ぐらい前かな。俺は何もさ、まあ、純粋無垢な男だったからさ、衝撃を受けちゃって。お前らがさ、駅とかで見るさ、ヤバい人っているじゃん、わかる？なんかもう目立ってんなみたいな、おお、あの人やってんなみたいな、ヤバめの人。あれが3分に1回通りすがるんだよね、ニコニコ超会議って。今だったら俺は人材の方向どんどん深掘ってみたいと思えるんだけど、あの時はね、ただその圧に押されて潰されて、俺のイベントに行きたいという欲求があそこでそがれた。今じゃ無事ヤバい側の人間になっていただきました。ここにあったのか、でっけえプール、でっか、ゆゆゆ機械券とかがあるのよ。じゃあ、あ、もらっていいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、いいですか。はい、いいんですか。プルルガチャをちょっと引かせてもらえることになったんで、ちょっと引いてみます。あ、いますか、なんかこれ回せます。はい、1個目。はい、2個目。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ここで、わかりました。じゃあ、ここで開けていっちゃっていいですか。あ、どうぞ。あー、いいですね。かわいいね、っちゃ、ほら。何種類ぐらいあるんですか。全部で9種類。いや、ちょっと待って、9なのに。はい。え？被りましたね。9で被ることある？はい、被るな、被るな、被るな。あ、いやいやいや、うまい、よかった。シール4種セットになります。ありがとうございます。シールもいただきました。はい、というわけで、ちょっとコスプレブースがダメだったんで、ちょっとここら辺の物販ブースをぐるっと回っていきたいと思います。え、いるやん。カルビこんなんなっちまったのか。お前すげえな、カルビ。カルビちゃん、あっちで登壇してこっちで人集めて。カルビすげえよー、すげえわ。カルビあんな VTuber 頑張って。ちょっとビジュアル変わったけどな、こういうあれもあんだな。カルビすげえよ。ちょっとやっぱ時間が経つとね、前よりもちょっと釣り目になった気がしてね。天狗になっちゃダメだよ、カルビね。え、何？あ、こっちか。ごめん、ごめん、みんな間違った、間違えました、すみません皆さん。カルビこっちみたいです。 VR チャットもなんかあるの。
どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんか、もしあったら。ありがとうございます。なんか X で見たことあるな。これはどういったあれなんですかね。ちょっと紹介していただけると嬉しいんですけど。ありがとうございます、はい、私たち、まあ、左上書いてます VRC 広報ツイート研究会っていう、はい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 、はい、グループになります。で今回は右側のポスターにあるコスチュームミュージアムっていう VR チャットのワールドの展示をやらせていただいてます。お VR チャットやってる方だったらなんとなくイメージつくんですけど、ユニティでいっても着替えさせるの大変じゃないですか。はい、あれ大変なんで、もうワールドの中でなんかワンポチでクリックしたらすぐ着替えれる、着替えれるみたいな。それ今やってるんですかこれ、はい、それの体験エリアになっております。だったらこちらコントローラーピックイッと回してやって好きなまた、あるこれ歩けるやつだね。このシューズとかも独自のものなので、滑るようにできてて、あの上で歩くとキャラクターも歩くの。やばいってこれ。うわ来た。ちょっとむずそうだな。俺これ買おうと思ってたんだよね。これは時代が進んでるの感じるわ。あ、こっちも VR 系だね。え、すごくない？これすごくない？何のベスト？え、どういうことこれ？何をするんだ今？ビッグショッツ。ベストを着る意味は何なんだろう？え、衝撃来るのかな？衝撃来ます。あ、衝撃来るの？多分こういう記憶だったら、このベストの一個一個になんか多分センサーがついてて、その部位が振動するんだと思う。ほら、ほらほら。赤く光ったところが振動してんだよ。ほら。これが攻撃受けたか壁にぶつかったかで多分振動してる。あ、スタミさん。はい。どうぞ。いいですか？英語チャレンジいいでしょうか？いいですか？120デシベル以上で景品ゲット。これまでの1位は128です。ちょっと嬉しそう。あ、何を叫ぶ？フリーワードでも何でも OK なんですけど。あ、なんだそれ、そうですか？東京ゲームショーやゲーミングマンション、ミュージションっていうのも基本的には言っていただいていて、東京ゲームショーで行かせていただきます。わかりました。120はジェット機のエンジン音と同じ大きさです。これどんぐらいなんですか？このいろんな人がクリアしてきました。まだ正直30人に1人ぐらいとか。なるほどね。はい、でも声大きいですね。今もめちゃくちゃでかい。それはクリアしないでね。違うよね、これ。それでは皆さん一緒に見守っていきましょう。スタンミさんの東京ゲームショーというワード、120デシベル超えなるか。いきますよ。 3,2,1 ゴー。今の聞こえました？皆さん聞こえてはいないけれども、数値としてはこちら。嘘嘘でしょ。これ俺182ってどうなってんの？バケモンみたいな人来ました。なんかお坊さんとか来まして、なんかやっぱ強かったですね。はい、どうぞ。お邪魔しました。ありがとうございます。あのうるさい工事現場ぐらいの大きさの。ありがとうございます。声でした。はい、というわけで、ここのコーナーがグッズコーナーですかね。いろんな企業さんのグッズが並んでる、第9ホールか第11ホールかにお邪魔してました。今から一旦ゼタブースとかがある、あのなんだろう、イベントブースの方に戻ります。側の表現みたいなのがあって、映していい？お疲れ。ヒビアどうだった？なんで疲れた？どうだった？キリアブースは。キリアブース、豪華だった？見たよ。楽しかった。あれ楽しくなかったの？いや、困惑してたなと思って。どうだった？いや、俺出てないから言えんだよね。ぶっちゃけどうだった？え、ぶっちゃけどう？どうだった？なんかハラスメントじゃない？こっちメンテやってんだよ。それを見てる。ちょ、休憩タイム。実際にプレイするってことは PRPG じゃない。シャワーはいるよ。これを、それがイメージになっちゃうんですよね。ゲームでもアニメでも。シャワーはずっと格ゲーやってる。もうずっと格ゲーしてる。この前撮影で一緒になったんだけど、そこの待合室に、格ゲーを置いてあったの。
古い本なんですけど、回ってきた、回ってきた、まだ足りてないけど、いや話ちょっとあの変わってください。サイバーパンクの魅力の中の時にあらコラボして、29歳のアクロバスケの人に、ああもうありがとう、懐かしい、出てるアイテムがワンコソバ食べない、ワンコソバ今日食べないって言って断られてたんだよ。あなた受賞式に行くと次呼んでみたら来ています。あの時はちょうど競技試合終わって発表がちょっとしてます。あ、そうなんだね、いやそういうあの発表できない大人の事情があったのか、じゃあもう次からだってあれでしょ、配信をたくさんするペースでしょ。じゃあ呼びますね、結構アウトドアのギャップとかちょっと行きたいなと思って、ちゃんと好きなんだ。じゃあ呼びますね、自分から言ってないけど完全に資源化すぎて卓球やる、卓球ガチ初心者レベルでもいいだろ。ああ、じゃあ呼びますね、何ぐらいやったらできるかもしれない。体育館借りて配信者に卓球やろうと思ってですよ。バスケと卓球やろうと思ってそこを呼びますね。ありがとうございます、すいません忙しいとか、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。このリュックみんな言ってくれてる、次意味があるの、通知性が良くて熱暴走しない理由があってなの、まだまだまだ、はい、あ、これね、聞くの忘れてました、キャラクターの話、そうなんです、ダサいよね、はい、ダマーねって、こんなキャラクターに押したキャラクターなんですよね、例えば TNC だったり、例えばピスパニック系みたいな感じだと思うんですけど、まあ、あと何やるかは言ってない、ここだけめちゃめちゃ揉めた点があって、あのこいつ D ハロー、アラジンの、アラジンの PR ジャスミン、ジャスミン、この辺やばいって言ってる、アラジンのジャスミン、ジャスミン、いわゆるなんか企業をモチーフにしたような、はい、よろしくお願いします、今年も D ハロー投稿するんでお楽しみに、で、まあ厳密に言うと何かっていうのは、はい、っていう、あの音ジャパネで行こうか、フラッシュバックがあってみたいなので、多分だけどメタルギアソリッドとかあるんだろう、メガさんの6番の方がとにかくそのアテンティックの方法で、え、ちょっと待って、これ聞いてない聞いてない、いるやん、ゆうやが、お疲れ様です、おお疲れ様です、あの、はい、あ、大丈夫です、あの、いたんで、はい、ちょっと、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった、ありがとうございます、嬉しいわ、じゃもらっていいですか、こちら1枚、どうぞ、あ、ありがとうございます、待って、サウジアラビアパワーすぎる、キニアバケットハット配ってるけど僕は案件をもらってるわけじゃないのでね、正直にちょっとキリアブースデビューしていこうと思います、うん、食べまーす、食べまーす、いただきます、まずパンティーいただきました、これ待って、テーマが聞きたい、これこのテーマ何なんすか、ここサイバーパンティー、あ、サイバー、うん、ラールっていう、うん、キリアにできる街の一角なんですよ、これ本当にできます、こういう街の、はあ、そうなんだ、もう DJS 終わりでございます、の前にちょっと待って、コナミブースのコンパニオンさんが並んでんのかな今、ああこれだ、出ます、いますね、サイレントヒル配信もしてたもんね、かっけえな、ちょっと終わり際なんで頑張ってくださいね、頑張ってください、お、コンパニオンすぐ来た、男性職員来たよ、来たよ、うつけ、かわいい、かわいい、コンパニオンさんかわいい、うわ、かわいい、来た来た来た、一番の来ました、おー来た来た来た、おーいいぞ、おーいいね、おー、ありがとうございます、あー、どうもありがとう、カルビ CR? カルビ CR? ええ、なんで本当に今やって
なんで？なんでなんでなんで？違うだろ、カルビー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 。マジでホタルの光が悲しい。心にくるホタルの光が。いやでもこれでカルビがなんか自由度が減ったら悲しいね。俺はカルビでいてほしい。俺はカルビでいてくれ。カルビでいてくれたら俺は嬉しい。お疲れ。もう全部終わった？あっち行ってたで。え？もう全部終わり？うん。え、見た？ニュース見たよ。見た？うん、俺全然喜んでないよ。ちょっとね、複雑。そうだよな、そうだよな、違くねえか。違う、そうだよな。嬉しくなるよ。でも複雑な気持ちもあるよね。ちょっとなんか違うんだよな、遠いんだよな、なんか。だから今からおじじ出待ちしてボコボコにしようと思ってたよ、今。でも複雑ですよ、複雑、複雑。厄介リスナーってこうやって生まれるんだよ。そうだよ、俺たちはもう厄介リスナーなんですよ。ツイートしないようにしてください、厄介な人たち。俺らは発信しちゃったけど、今ここで。あ、おい、ちょっと配信中なんですけど。話聞いていいですか？聞いてる。どうですか？どうでしたか？ね。じゃあまず言っていい？ちょっと疲れが。そうだよね。6時間ぐらいずっとやってんだもんね。10時からずっとで、で、初日もだし、ちょっと。すごい重たいのあったじゃん。うん。そうだね。すごくない？ちょっと褒めてほしい。東京ゲームショーに俺あの二人呼んだよ。まあそうだね。本当に。それすごいわ。すごくない？でもさ、アディジェ、俺言っときたい。カルビ頼んだよ。みんな思ってるよ。思ってわかってるよ。自由にさせて、自由に彼女を配信するのが強みだからね。いや、俺、うち自由じゃないやつ一人もいない。生半可な角度で入れてない。そうだね。俺はもうカルビの視聴者だから。うん、一。視聴者として、カルビをよろしくお願いします。大丈夫。本当に。楽しみにしてる。CR カルビ。任して。まあなんか彼女のいいところを消すとか、何か抑制するみたいなことは絶対ない。いやそれを聞けて俺本当に嬉しい。絶対に。俺本当に嬉しい。なんか彼女にやりたいことの、バックアップを少しできればいいなって。なるほど、分かりました。俺もめちゃくちゃカルビのファンだから。なら嬉しい。そうなら嬉しい。なんか本当にそこから全て始まってるから、うん、なんか、うん、大丈夫。 OK、 もう大丈夫聞けたら俺たちは大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。酒飲むぞというわけでお疲れ様でございました。スタミジャパンでございました。 TGS 練り歩き配信でございました。それではさようなら。